恋愛キュンキュン恋愛ドクターの秋山です。2回目会いたくない人いてるやんか。男性でも女性でも2回目会いたくないなって思う人っていてるやんか。本当に思うんやけど、もう婚活とか恋愛相談もずっとこれ長年してると、自分そんな外見でよう言うなって思うこと、これぶっちゃけあんねんけど、そんだけ太ってんのに自分は太ってる人嫌なんですとか、どの口が言ってんねんってなるで、ほんまに。自分はなんかコンビニに行くようなその格好で来て、のびのびの T シャツとかで、相手のその私服がちょっといまいちで、どういうことって思うで、ほんまに。いや、僕と会う時でも、一応僕も男やんか、その恋愛相談とか受ける時とかでも、ノーメイクで髪の毛ボサボサで、そういうとこやで、マジで。そういうとこから直していかなあかんと思う。いや、出会いなんかほんま、どこにあるか分からへんやんか。絶対もったいないことしろ、ほんまに。僕も、婚活のパーティーとか、何回も応援してきてんだけど、参加男性とか見ると思う時あんねん。こんな格好でこれできたんだ。ちょっとぐらいそれ努力できるやん。そのファッション誌とか見たら、おしゃれな男性の服装とか見てるやん。でそこまでせんでもちょっとぐらい気遣ったらええやん。でなんでそんなシャツインでリュックとかで着たりするのかあんま分からへんねんか。自分の先生ねんって、俺これが好きやねんからって言ったとしても、そんなん普通に今のそのままの自分好きになってくれるのほんまお母さんぐらいやからな、ほんまに。モテる人ってモテる努力してるから。まあそれでまあ恋愛経験ないのにめっちゃ可愛い子アプローチしたりするやん。だからこれいけると思ってるのほんまに無謀やから。だって自分話できるんかなと思うぐらいやろ。なんでそれでなんかこうアプローチしたりするのか俺ちょっとあんま意味わからなくて、まあほんまに。でも直せるとこは直していこうや。努力して直せるとこ、まあ直した方が絶対得やんか。やっぱいいなと思う女性からも認められたいやんか。今日は男性のここ直した方がうまくいくでっていうところたくさんあるけど、今日は5個言っとくわ。直せるとこ直していこう。まずじゃあ1つ目、会話がおもんないとこ。見た目とか外見とか関係ないけど、いやでもほんまにひどすぎる。見てておもんないもん、ほんまに。まず沈黙なんのめっちゃ恐れてるやん。自分の話ばっかしてるし、女の子が可愛い服とか可愛いアクセサリーとかつけてても絶対褒めたりせえへんやん。いや考えてみて、今日あなたに会うためにせっかくお気に入りの可愛いバッグ持って来てるわけやね。なんでそこ褒めへんのかな思うわ。気づいてくれへんな、気遣い足らんなってやっぱ思うで、ほんまに。話もつまんないし、そら次会いたくないって思うで。もうリアクションも全然ないしな、めっちゃ理屈っぽい話ばっかしてるやつもおるやんか、それで相手面白いと思ってくれてると思ってる。どのようになってるのかな。もうコミュニケーションって勉強できるとこいっぱいあるやん。勉強したら絶対得するやん。これ仕事とかでも得するし、もちろん婚活とか恋愛とかでも得するやんか。もうその仕事とかでも絶対重要やん、コミュニケーションなんか。いや職場の女性とかおっても嫌われるやろうし、いや女性のお客さんからも嫌われるやんか。コミュニケーションとか勉強したら女性に気遣いとかできるようになるし、やっぱ女性とものこう仲良くなったりできるやんか。今の環境とかでも自分も人と話すのめっちゃ苦手やったやんか。だから話し方教室行ったりとかコミュニケーション勉強会とかも結構いっぱい行って、それは初めはめっちゃ恥ずかしいね。だってもう自分は話されへんのになんか人前で話さなあかんかったりとか、会話の練習とかするからめっちゃ恥ずかしいねんけど、でもずーっと人見知りやねんとか、なんかドキドキしてもう緊張して頭真っ白になって、もうそんなおっさんになりたくないやん。もうだからもう自分もそういう話し方教室とかコミュニケーション勉強会とか恥ずかしいけど言ってんけど、いやそっちの方がええで。話し方教室で恥かく方がまだいいやん。いいなと思う、女の子の前で恥かくよりも。あと女性の話に興味持って全然聞いてへんやん。彼女がどんな話してたって聞いても全然覚えてへんし、聞いてないよな。次どこ行きたいって言ってたって、どんなこと好きなんって、どんな食べ物が好きって言ってたって聞いても何一つ答えられへんやん。だから全然興味持って聞いてないやろな。多分絶対自分の話ばっかしてて、そら女の子もこれ退屈やで。大体女性の方が会話量多いっていうやん。話好きな子も多いし、それやのに気遣いしてくれてコミュニケーション取って、じゃ女性も聞いてほしいやん、自分のこと。それやのに自慢話ばっかして仕事の話とか趣味とか、女性からしたらつまらん話やでそれ。もうそういうとこやで、自分そういうとこから直さなあかん。ほんま次会ってもらわれへんのもほんまそこ気をつけよう。1個目ちょっと長くなったけど、会話結構重要やもんな。もうこれ見た目の話一番初め言ったけど、会話これほんま思んないもんだって、努力しろよほんまで。2つ目な、太ってたらダイエットぐらいせえへん。いやそこも努力したらできるやん。マジで外見とかも初め爽やかで清潔感ある方がええやん。いや女性からしても絶対そうやから、直せるとこ直していこうや。だって恋愛とか婚活うまくいきたいの、いいなって思う女性とうまく恋愛進展させたいやろ。今のままやったらあかんって、ほんま。自分太ってんのに女の子太ってたら文句言うやん。それやのにいや相手も同じこと思ってんで、この人太ってんなって思ってんで、頑張ろうや、ほんま。頑張って努力したら自信になるから。劣等感あんのってもう伸びしろしかないねんから、ほんまに。だからもうその自分をもう変えんでもええけど、努力しようや、努力。その好きな人に認めてもらって好きになってもらったら嬉しいやんか。だからその自分を高めてダイエットしたりとか努力したら自信つくから、ほんまに。ジム通いとか始めてもいいやんか。いやもう太ってるし汗だくの見られたくないって。いや誰も見てへんし、これ自意識過剰になってるだけやから。もう太ってたら痩せようや。3つ目な、女性が喜んでくれそうなとこ選ぼうや。初デートの場所もなんかもうチェーン店とか選んでない？いやめんどくさいかも分からへんけど、あんまお店知らんからって思うかも分からへんけど、今まで知らんかったら自分の未知の世界やんか。いやそれ楽しんだらええやん。もう自分の楽なとこってもう逃げようと思うね。もうせんとこや。もう逃げんのやめようや。食べログとか見たら女性の人気のお店地域名とか入れたら出てくるで、ほんまに。で行ったとこない店やったら一回行ってた方がよ、安心するやんか。その時に一番初めにいいなと思う女性といったら緊張するから、慣れてないお店だから。一回もう下見に行って、どんなお店なんかどんなメニューがあるのかちょっと見てな。やっぱそういうそれぐらいの努力した場合っておもてなしやね、こんなん。4つ目な、俺は思うけど初デートは出してあげた方がいいと思う。まあせめて自分の方がちょっと多めに払ってあげた方がいいと思う。まあでもそんなんも気遣いやし、大丈夫？1円単位まできっちり割り勘してない？そんなんもう、いや、この女性、会話が盛り上がらなかったんで割り勘にしましたって。まあ、そんなこと言ってたら、いつまでたっても、ちょっと心広くして、自分がやっぱ場作りできるように気遣いやっぱしていかんと。で、努力しようや。いや、ほんまそうやったら、もう恋愛とか婚活もそうやし、日々の生活にもいろいろ変わってくるって、人と話すのも楽しくなってくるし、みんな人も寄ってくるようになるで、もうちょっとずつでも頑張っていこう。で、最後な、もう5つ目な。いや、リアクションが薄いね。リアクション大きくしようや。意識せな、もうさっきの会話とかとも一緒やねんけど、あ、そうなんですか。いや、あ、楽しそうですね。よかったですね。ってやってない？もうなんか、そんな緊張して、あ、そうですか。あ、秋山と申しますってこんなんなってない？大丈夫？いや女の子がもう楽しそうな話したら「いやめっちゃ楽しいですね」とか「いやそれもっと聞かせてください」とか意識して、いつもの1.5 倍ぐらいでちょうどいいぐらい。多分あなた多分リアクションめっちゃちっこいと思うから。だって考えて、女の子に「めっちゃ嬉しいです」とか「めっちゃ楽しかったです」って言われたら嬉しいやろ。ほんまにそれと一緒やから、自分も意識してリアクション大きくしていこう。そしたら会話も盛り上がるから、なんか話聞いてもらってる感がね。リアクションが大きかったら「いやめっちゃ楽しい」とか「いやそこめっちゃ行きたいです」とか「うわマジっすか」とか。もう、初め恥ずかしいかもわからんけど、今のままやったら今の恋愛しかいけへんから、今の婚活の結果しか出えへんから、一歩一歩でも進んでいこう。いつも2回目のデートでうまくいかんねやったら、いや、ほんまそういうとこやで。今日言ったとこ、5つ、心がけて。1つ目が、会話の問題。2つ目が、ダイエットぐらいしよう。もう見た目もうちょっと意識しよう。外見、清潔感とか、今のままの自分を好きになってほしいとか、もう甘えてたらあかんね。で、3つ目、初デートの場所も女性が喜んでもらえるお店選ぼう。行ったことないとこやったら、下見して、初めてやったら緊張するから。4つ目が、まあ、初デートは食事代とかも出してあげよう。もう最低、もうちょっと多めに出そう。5つ目は、もう全てにおいてリアクションを大きくしていこう。これ日常生活からやっていって、会社とか、その職場とか、学校とかでも絶対リアクションちっこいで、自信もなく見えるから、心開いて一歩一歩進んでいこう。絶対うまくいくから、今日の動画が参考になったよっていう方は、次の動画もどんどん参考になる動画配信していくんで、チャンネル登録して見てみてね。あなたの楽しい恋愛応援してます。気をつけてお大事に。